アナスタシア・リジコフ、アナスタシア・リジコフはカナダのクラシック音楽のピアニスト。1998年12月8日生まれ、ロシア系移民としてトロントで生まれる。5歳からピアノを始めたが急激な上達を見せ、13歳でラフマニノフのピアノ競争曲第3番を演奏するなど、カナダの天才少女として騒がれた。セルゲイ・ババヤン、アリア・バーディ、ロバート・レビン、 フェレンツ・ロドウス、アナドリー・ライア・ウォーフ、オクサーナ・ブロンソカや他のマスタークラスを受講しているが、彼女の名を決定的にしたのは28歳までのカテゴリーのコンクールを12歳で優勝したことである。その後も次々と国際コンクールの最年少記録を更新したものの、ブンズ、グリーグ、ビオッティでは本戦に進めず、2017年のマリア・カナルス国際ピアノコンクールでは、 第3位に終わっている。彼女は、ナショナルフィルハーモニックシンフォニーオーケストラオブ・ウクライナ、ノースウェスト、シカゴシンフォニーオーケストラ、プリマスシンフォニーオーケストラ、トロントシンフォニエッタ、インターナショナルシンフォニーオーケストラ、オルケスタシンフォニカでボレイ・ハーイス・シュダ・デパルマ、ナショナルアカデミー・オーケストラ・オブ・カナダ、シンフォニア・トロント、トロントシンフォニーオーケストラ、ミシガン・フィルハーモニック・オーケストラ、 オーケストラロンドンカナダ、シンフォニーノーバスコシア、ノーサンバーランドオーケストラ、オーケストラサンフォニックデレバル、オルケスタシウダデグラナダ、モーターシティシンフォニーオーケストラ、ハックマオーケストラ、ナイアガラシンフォニーオーケストラ、デートンフィルハーモニックオーケストラ、キッチナー、ワーテルローシンフォニーオーケストラ他のオーケストラと共演しており、すでに泣きさすで、ハエン優勝記念リサイタルアルバムをリリースしている。 これも最年少優勝記録である。インは最年少優勝記録。ありがとうございます。